バニラ・ファッジ。バニラ・ファッジは、アメリカ合衆国のロックバンド。1960年代末当時、強力なリズム体を要しているグループと評され、後のハードロックの源流の一つとしても知られた。一度解散したが1982年に再始動し、以降断続的に活動している。バンドのオリジナルラインナップは、ボーカル、オルガンのマーク・スタイン、ボーカル、ベースのティム・ボガート、 ボーカル、リードギターのビンス・マーテル、ドラムスのカーマイン・アピスで、1966年から69年まで5枚のアルバムを発表した。バンドのスタイルは、いわゆるアートロックに属している。70年に解散した。その後は、様々な構成で再結成を繰り返し、現在は、スタイン、マーテル、アピスのオリジナルメンバーと、ツアーから引退した。 ボマートの代わりのピーとブレミーの読んで活動している。バンドはサイケデリックとヘビメタルのリンクとなった数少ないアメリカのバンドの一つとされる。バンド名の由来は当時のアメリカで販売されていたアイスクリームの商品名。1960年代後半、公民権運動やベトナム戦争に対する反戦運動に橋を発した価値観の転換が契機となって芸術や 音楽の分野でも、アングラや、サイケ、フラワー、ヒッピームーブメントといった若者のムーブメントが登場した。そんな中、約3分前後で終わり、ラジオ向けであったポピュラー音楽やロックンロールのあり方にして不満を抱いた芸術志向の音楽家たちが演奏時間や表現手段の拡大を目指して作品を発表し始めた。その流れの一つとして、 バニラファッチを捉えることができる。ラジオの都合を無視した長尺の曲などは彼らの個性の一つだった。2006年10月にはロングアイランドミュージックホールで電動入りをしている。スタインとボーガートはリック・マーティンザ・ショーメンという地元バンドで活動していた。二人はラスカルズのスーイン・ビンサウンドとオルガンの構図に感銘を受け、 マーテルとバンドのドラマーであったジョーイ・ブレナンと共に自身のバンドを結成することを決めた。当初彼らはバンド名をザ・ピジョンズとしたが、1966年にブレナンに代わってアピスが加入、バンド名もバニラ・ファッチと改名した。バンドは、その後、ルッケーゼン一家のメンバーでニューヨークでいくつかのクラブを経営していたイリップ・バジーレによって発見されマネージメントを受ける。 最初の3枚のアルバム、Keep Me Hanging On, The Beat Goes On, ルネッサンスは、スカルズを通じて知り合ったシャドウ・モートンがプロデュースした。レッド・チェッペリンが1969年初めに最初のアメリカツアーを行った時、彼らはいくつかのショーでバニラ・ファッジをサポートしている。バンドの最大のヒット曲は、Keep Me Hanging On である。ファーストアルバムから、 シングルカットされた同曲は、もともとは、モータウンのシュープリームスが歌全米ナンバー1となった曲である。3部くらいだったオリジナルを、スローで再形量が強い、7分の曲にアレンジし、フルバージョンを収録したアルバムがヒットした。また、レコード会社の意向で3分ほどに短縮されたシングルは、ビルボードチャート6位まで上昇した。この曲のメインボーカルを担当したのは、 マーク・スタインである。バニラ・ファッジのメンバーは、ビートルズのファンであり、涙の乗車券と、エリナー・リグビーを含む彼らのナンバーをカバーした。デビューアルバムの最後には、ストロベリー・フィールズ・フォーエバーの一節、ジェアーズ・ナシ・シング・ツー・ゲット・ハング・アバウトが引用されている。1970年3月14日に、バニラ・ファッジは、フィル・バジルズ・アクション・ハウスで解散コンサートを行った。 その後、ボガートとアピスはカクタスを結成する。1972年、二人はカクタスを脱退し、ジェフ・ベックと共に、ベック・ボガートアピスを結成した。一方残ったスタインは、新たな二人のメンバー、ベースのサルドの振りを、ドラムのジミーがルーツイ、両名ともポキプシーのディーのザ・ケイブメンのメンバーを、加えてバンドを維持しようとした。しかしそれは必ず、 結局、スタインは代わりに、カルーツと共に、新しいバンド、ブーメランを結成した。ピジョンズ時代の録音は1973年に、ドイツで、ホワイル・ザ・ワールドはスイーティング・バニラ・ファッジのタイトルで、リリースされた。1970年に、バンドは解散したものの、その後数回再結成している。1982年にアトコレコードが、ベスト・オブ・バニラ・ファッジをリリース。 それに合わせて再結成を行った。1984年にはニューアルバムミステリーを発表した。マーテルはこの時の再結成には加わらず、ロンマンキューゾがギターを担当した。このアルバムではジェフ・ベックも J ・トードの編名でゲスト参加している。バンドは1987年、88年に再結成ツアーを行った。このツアーには ポールハンソンがギターで参加した。同年5月14日にはアトランティックレコード40周年記念コンサートに参加。この時はラニー・コードラがギターで参加していい。その後、それぞれのメンバーは他のプロジェクトに参加するため別々に活動した。1991年にアピスはテッド・ニュージェントのバックバンドの元メンバーデレクセント・ホームズ、ギター。 ボーカル、マーティン・アーシューイッツ、キーボード、ボーカル、トム・クルーシェ、ベース、ボーカルと共にバニラ・ファッジを再結成、ツアーを行った。彼らはまた、アルバム、ザ・ベスト・オブ・バニラ・ファッジライブをリリースした。オリジナルメンバー3人、アピス、ボガート、マーテルは1999年に、スタインに変えて、キーボードのビル・パスカリを加えて、再結成、バニラ・ファッジ2001。 ザリターン、ゼンナウをリリースした。このアルバムは以前の曲の再録と新曲3曲が収められた。2002年に病気のボガートに代わってピート・ブレミーとティー・エム・スティーブンスがベースで参加。2003年にはライブアルバムザリアル・ディール・バニラ・ファッジ・ライブをリリース。これはポール・エンソンがギターで参加した1987年のツアーを 収録たものであった。このアルバムにマーテルがギターとボーカルをオーバーダビングした。2003年から2005年にかけてバンドはテティ・ロンディネリがギターで加わってツアーを行った。2005年オリジナルメンバー4人で再結成したバニラファッジはドアーズ、ライダーズ、オン・ザ・ストームとしてステッペンウルフ、またある地域ではヤード・バーッツと共にツアーを行った。 パスカリは2005年、2006年のライブに、スタインに代わって参加し、その後ニューラスカルズに加わった。同年10月15日、バニラ・ファッジは、ジョーン・ジェットラトととともに入りした。式典では、フェリックス・キャバリエがーが賞を授与した。2007年夏、HBO のミニシリーズ、ザ・ソプラノ在宗のマフィアの最終話で、Keep Me Hanging On。 パスカリのリードボーカルが使用された。バンドはまたアルバム、アウト・スルー・ザ・イン・ドア、レッド・ェッペリンのカバーアルバム。タイトルは、イン・スルージ・アウト・ドアから。を録音、同年にヨーロッパのみでリリースされた。また、バンド、スタイン、マーテル、スティーブ・アージー、ジミー・ジャック・タンブロは、p b s のプログラム、マイ・ミュージック・マイ・ジェネレーション・ザ・六十 s で、キー・プ・ミーハンギング e ンを演奏した。 2008年3月、バンドのオリジナルラインナップでアメリカツアー、ほとんどはニューイングランドを始めた。しかしながらその夏にボガートとアピスは2006年に再結成したカクタスで活動に集中するためバンドを離れた。スパインとマーテルは、ドラムのジミー・ジャック・タンブロ、ベースのピート・ブレミーと共に、レッツ・プレイ・フォー・ピースと名打ってツアーを続けた。アルバム、 アウトスルーザインドアは同年にアメリカでもリリースされる。この間、スタインとマーテルはスティーブ・ワージー、ジミー・ジャック・タンブローと共に演奏を行った。2011年春、バニラ・ファッジはフェアウェルツアーを開始した。ツアーのラインナップはアピス、スタイン、マーテル、ブレミーであった。同年3月29日、バンドはデートナイト・ウィズ・ジミー・ファロンに出演し、 Keep Me Hunting On を演奏した。バンドはこのラインナップで2011年から2012年2月まで Yardwords と共にツアーを続けた。2015年8年ぶりのナインスアルバム、Spirit of 67を発表。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。